遠くないだってお前の言う遠くないはどのくらいか見当がつかない。昔ペルーで迷った時もそうだった。ペルーの話なら俺だって言い分がある。まだあの時のことを根に持ってんのか。あの時はまだ15歳だった。サリーと会ってすぐに無所に入る羽目になるとはね。お前が勝手にそっち方面に突き進んだんだ。俺はお前を無所から出してやった。いつも助けてやってる。来い、こっちだ。これだ、ロレンスのメモと同じだ。言ったろ。ただこの峡谷は地図にあったか覚えてないけど、ババーンと谷が現れた。よし、じゃあ他の道を探そう。こっちだ、足元注意しろ。どうだろうな、ネイト、本当にここで合ってる？十字軍の城にしちゃ随分新しそうだ。どっちかって言いや、ルネサンス風だ。おい、俺の手帳ちっとも読んでないんだろう。おっと、ああちょっと危なそうだな。見ろ、サリーの最初の車だ。なんと1927年のオーバーンだ。そう、じゃあこれは骨董品博士。あとだろ、理解不能だ。この城の所有者の騎士ゴッドフリーは12世紀に聖戦から帰還した。ロレンスによれば元の城のまま残っているのは天守閣と庭だけらしい。ゴッドフリーがアラビアから秘密を持ち帰ったならそのどちらかにあるだろう。よし、ここが開くか。ここからは入れんな。上の窓から入れそうだ。怪我するのはごめんだ。その調子だ、ネイト。すぐに戻る。よし、待ってる。くそ、痛かった。ネイト、上だ。鎖がかかってる。よし、下がれ。鍵を打って壊す。打つのは鍵だけにしてね。鍵と言ったろ。無事か？オッケー。何とかして城を抜けて庭へ出よう。そこに天守閣があるはずだ。マジか、すっげえ部屋だ。ダメだ、びくともしない。このぶっとい柱が邪魔で。上からも押さないとダメだ。上登れるか？やってみる。待て、これ使えるぞ。よし、いいぞ、これで登れる。油断するな、気をつけろ。そこら中腐ってる。見たところこのシャンデリアは滑車につながってる。シャンデリアを掃除するのに下げるんだ。ひらめいた。面白いね。そんな無理すんな。天井からいつ外れてもおかしくないぞ。よし、行くぞ。いや、いいぞ、開いた。よし、入ったぞ。入ったけど、ここなんだ。あれ、ポップコーンマシンか。よし、塔へ行く道を探そう。
おい、ネイト。四角い塔か。だいぶ古そうだ。ええ。ロレンスのメモに書いてあった塔だ。絶対あれだ。ナイス。どうも。ここを通って行けそうだ。よし、行けるぞ。よし、おい、危ない。ああ、サンキュー。おい、ネイト、この印、塔の印と同じじゃないか。ああ、意味がある印に違いない。秘密の通路があるとか。暖炉にか。そんなのありきたりすぎるよ。単純すぎるか。おい、この鎧見てみろよ。待てよ、ロレンスの日記に書いてあったやつかも。ああ、これだ、見ろ。4人が斧と盾と剣と棍棒を持ってる。この部屋の像と同じだ。正しい方向を向くように像を回すんじゃないのか。ああ、だが一体正解は。こりゃこりゃ、秘密の通路だ。分かったよ、こりゃ恐れ入りました。 OK、 オスから引いてくれ。3で行くぞ。待て、12で引く。123で引く。とにかく引いて。ああ、ネイト、おい、大丈夫か。ああ、生きてる。そこへはどうやっても戻れないぞ。こっちへ行ってみる。とりあえず向こう側で落ちよう。よし、行こう。油断するな、気をつけろ。分かった。出口があるといいな。この音は何だ。多分通れるはず。なんだ。明かりだ。いい兆候だ。よし、出口だ。あそこを登っていけるはず。楽勝だ。どこかにいるはずだ。奴らを見つけ出せ。サリーに忠告しないと。
わあ、正体のお出ましだ。プレゼントありがとうよ。今のは驚いた。こっちだ。連れてきたのか？バスが来たみたいだ。ダイクとったれども、尾行されたんだ。それしか考えられない。
塔はあそこだ。中へ行こう。よし。サリー、ドアを開けるの手伝え。よし。今度はどっち？わからない。下に行こう。こいつタルボットの手下だ。かつてはな。ありえない、奴らここに着いたばかりだぞ。そうだけど彼に何が起きた？何が何だかとにかく嫌な感じだ。おい、不意に乗ると体力が沈むぞ。真っ暗だな。明かりをくれ。よし。おお、なんだここは。まるで研究室みたいだ。おい、もっと照らしてくれ。よし、来た。うん、錬金術師の部屋みたいだ。ちょっと待てよ、ここを見て何か思い出さないか。ああ、言われてみればマーロの隠れ家を思い出す。サリー、これはジョン・ディーの研究室だ。フランスにあるか、彼の部屋が。多分手がかりから十字軍に行き着いたんだ、ロレンスのように。おい、これ見ろ。はあ、また芝生の原稿か。でもこの記号は何か解読しようとしてたみたいだ。絵の具語の原稿にメッセージらしきものが。どうだ、解読できそう？やってみる。祭壇は入り口を守り地獄へと導く。はあ、つまり霊を呼び出すのに呪文を使ったのか。ねえ、祭壇が秘密の通路を隠していることもあり得るぞ。よし、わかった。押すんだ。おい、これぶっ飛ばけた。なかなか賢いクソ親父だ。そらどうも。ああ、いいものがあった。サリー、火をつけてくれ。ああ、そうだな、ずっといい。いずれお前もマッチを持ち歩くようになるさ。何を言うんだよ。本気で中に入れたくないみたいだな。出したくないのかも。お前も手を貸せ。いや、任せろ。行くぞ。一族の墓かもな。例のゴッドフリーちゃんもここにいるかもな。古代都市の秘密を知ってても墓まで持ってったかもな。よし、奴の墓を探すか。そうしよう。さてと、彼はパズルを解き始めたけど解けなかったようだ。なんだ、中世のクイズ番組か。かなり成功だ。どうだ、ここにゴッドフリーの墓はないの？ないな、彼の墓は隠されてる。もう少し探そう。
ねえ、ワクワクしちゃう。気をつけてけ。ゴッドフリーちゃんだね。オンリーワンのな。これだ。おい、持っててくれ。よし。見ろ、これは魔除けだろ。何か書いてある。墓の上でそういうことすっかな。まあな、芝の言葉で書いてある。なあ、やっぱり古きイエメンの言葉か。ええ、16世紀にドレイク教がついたはずの場所だ。町の名前かも。ああ、3000年前のな。続きが読めないことにはどこを探せばいいかわからないが、まあ残り半分がシリアにあると願おう。ええ、カッターとクロエが見つけるといい。いや、それはやめといた方がいい。くそ。ご苦労だった諸君。ハリス、ドレイク氏が持っているものを受け取りなさい。ああ、ハリス、取りに来い。命を懸けるほどのものじゃないだろう。お友達はそう思ってる。渡せ、ネイト。何の音だ。マジかよ。なんだこれ。火の近くに。おいおい、取ってこい。どかしてくれ。どかしてくれ。そろそろ火が消えそうじゃないか。こう思い祈ってる。あのクソ野郎だろ。急げ、とっととここから出なきゃまずいぜ。これから離れるな。こっちへ。つかだぞ。飛べ。叩き落としてくれ。よし、大丈夫だ。俺はどうだ。背中を。大丈夫か。大丈夫か。多分な。よし、あそこは立ち入り禁止だ。賛成、まさにグッドアイデアだ。